読売新聞グループ本社、読売新聞大阪本社株式会社読売新聞、大阪本社は、京阪神など近畿地方と中国、四国、福井県並びに三重県伊賀地方向けに読売新聞を印刷、発行する読売新聞の地域本社である。読売新聞東京本社、読売新聞西部本社と共に、読売新聞グループ本社の子会社の一つ。 読売新聞大阪本社東館。読売大阪ビルができるまでは本社としての機能を持っていた。現在も編集、制作部門と印刷工場がこのビルに入居する。読売新聞が大阪で印刷を始めた最初の場所に設置された大阪読売新聞社発祥の地のモニュメント。大阪読売新聞の総刊号の一面が焼き付けられている。 1952年11月25日、大阪府大阪市北区の座崎町で大阪読売新聞の第一号を発刊した。東京の読売新聞社とは別会社、別法人による株式会社大阪読売新聞社によって読売新聞が関西に進出し、全国紙としての体制を整えた。1953年4月1日付から、第一から大阪を外し、 東京と同じ読売新聞の第五で発行。1971年から読売新聞大阪本社の故障を使用。1874年に東京で創刊され、東日本のブロック市として急成長を遂げた読売新聞は、関西では創刊から間もない明治初期大阪に支店を京都と神戸に売りばき所を設置したことがあった。 こうした経緯があったことから、戦前、当時の読売社長の勝力松太郎は、大阪にも読売新聞の発行本社を置くことを計画。大阪時事新報を買収したが、第二次世界大戦下に伴う新聞統制に遭い、同志が大阪新聞に統合されたことで、大阪新出は白紙となった。戦後間もない頃、大阪新出が本格化させる計画が始まった。 読売の大番頭と呼ばれた、武田井光つが、元読売新聞社会部記者で、朝日芸能新聞社を経営していた、竹井白友及び、大阪の拠点となる社屋の用地探しに回った。そのうち、阪神電気鉄道の仲介で、大阪市北区野崎町に社屋に、絶好の土地があると報告され、武田井がその土地を実地見分した際、野崎町に社屋を建てることを決めた。 1951年7月28日、新大阪印刷株式会社という覆面会社が設立された。その頃、新聞の専売制度が義務付けられ、舞台は大阪を地盤とする朝日新聞社、毎日新聞社の社長に読売の大阪進出を説明し、両者の了解を得た。そして、1952年10月5日、新大阪印刷は、 大阪読売新聞社と称号を変更。舞台は大阪読売の初代社長に、竹井は公務局長に就任し、近畿、中国、四国の有力新聞社から中堅の記者をスカウトし、新聞発行の基礎を固めた。そして、同年11月25日付長官から大阪読売の発行が始まった。ちなみに、 大阪読売が創刊されるまでの読売新聞本社の大阪支社は、上日の経緯で読売と報道協力を結んでいた大阪新聞社本社内にあった。大阪管内の読売新聞販売店は、販売所、仙売所と呼ばず、直配所と呼んでいた。なお、その後制定された新聞販売店の愛称は当初、大阪本社独自ブランドの読売 IC だったが、 2000年の創刊125周年記念を契機に現在の全国統一ブランド YC に変更され今日に至っている。創刊当初は朝日新聞毎日新聞が西部本社の管轄地域である九州地方全県と山口県島根県岩見地方でも夕方締め切りの大阪読売の長官早番を発売していた。大阪で発行された九州版は 読者の元に届く時間は昼過ぎの地域もあった。九州版は名前の通り九州全県の地元ニュースを一つのページにまとめたものだった。九州版の部数は1万部弱だったものの大分県では大阪読売の読者が5件に1件の割合で多かった。1964年9月読売が西部本社版を北九州市で 現地印刷を行うまで発行された。総監当書は大阪版の紙面原稿を西部本社にファクシュミリで送信したものを利用し、それを西部本社で製版していた。大阪読売新聞社は読売テレビ放送の設立にも関わった。当時の大阪読売社長、武体光雄は大阪にも読売系列のテレビ局を持つことが必要と、武体が発起人代表となって、 関西の財界から、北起人集めを行い、1957年2月、新大阪テレビ放送の社名で、郵政省に免許を申請し、1957年10月に、予備免許が交付された。1958年2月12日に、会社設立、8月1日に、読売テレビ放送と社名を変更し、勝直松太郎が設立した日本テレビ放送網をキー局とする。 日本テレビ系地方ネット局第1号として1958年8月28日に開局。読売テレビの開局は大阪読売の部数像につながった。1970年代に入ってから朝日、毎日、産経新聞といった大阪では老舗の全国紙と各半競争を展開し、朝日、毎日、産経を抜いて大阪管内の全国紙で 発行部数一位になった。二千二年七月一日、読売新聞グループの再編で、東京の株式会社読売新聞社は、株式会社読売新聞グループ本社と、株式会社読売新聞東京本社の二つに分割され、大阪本社は、株式交換により登記上の称号を、株式会社大阪読売新聞社から、株式会社読売新聞大阪本社に変更し、 読売新聞グループ本社の完全子会社となった。これにより、大阪本社も純粋な事業会社化され、同社が所有していた放送局などの株式についてもすべてグループ本社に移された。また、事業会社化以降、同業他社との提携による印刷拠点の多様化も進めており、これに絡み西部本社から、島根県全域に関する取材、発行業務の完全移譲が実施された。 大阪本社管内は、読売新聞社が直接出資、または外部合弁会社に印刷を委託している。ありがとうございます。